ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ718ケイマン GTS 2018年式3400キロのお車になります。今年からちょっとちゃんと年式と走行距離も、はい、あ言おうかな、説明も始める感じですね、はい、そうしないと何の車紹介してるんだろうなっちゃうんで、少しだけですけどちょっと車の情報も喋ろうと思って、はい、まあまあ、はい、今年からといえば聞きました聞きました、はい、何を神様かこう名前がそうそうあれ違うんですか。そうですそうです、その話ですよね。はいはいはい、今年からね、はい、芸名でデビューするんですか。芸名でデビューするんですかね、はい、それいつぐらいになりそうですか。いや、それ神のみぞ知るんじゃないですか。小島パフォーマンスが誕生するんですか。いやいやいや、もう勘弁してもらいたいですね、はい、でも実は昔超若い時そういうのやってたんですよ。あ、本当ですか。本当ですよ、はい、それボンド入社前ですか。いや、ボンドの時に。あ、そうなんですか、はい、板倉さんが板倉っち、はい、え、全然知らないです。大仏くんは知ってますよ。僕、はい、大仏くんは知ってますよ。大仏くん、はい、で、僕も名前があったんです。あ、そうなんですか、はい、すっごい昔のブログちょっと遡ってます、ね、いやいや、いいです、はい、ちょっと2021年から動画の方をさらにちょっと強化していくっていうことで名前はね、はい、小島さんがちょっと解明しちゃうかもしれないですけど。そうですね、はい、ね、そんな感じでポーズ決めてやる感じですか、はい、ポーズ決めてデビューする感じですね、はい、ノリノリじゃないですか、はいはい、ちょっとそんな感じでボンドチャンネル、はい、これから先もぜひお楽しみに見ていただければ、はい、よろしくお願いします、はい、で今回ご紹介させていただくこの718なんですけど、初718ですよね。ですね。あれでも東京店でこの前やってませんでしたっけ。 GT4 ですか。名古屋店で GT4、 はい、ただちょっとその違うのがそのエンジンが、まあまあそうです、まあ、このタイプは初めてじゃないですかね、はい、はい、ちょっとそんなお車今回ご紹介させていただく。でポルシェ何台もちょっとご紹介させていただいてるんで、まあ、外装はオプションチェックっていう感じで。そうですね、はい、ですかね、うん、で今回の車結構充実しててヘッドライトなんかも、はい、PDLS 付きの高い方のヘッドライトがついてたりとか、いや、まあ、一応ライトとしては3段階あるんですけど、まあ、本来もうちょっとでその LED ヘッドライト、あ、もう一個上があるんでしたっけ。ありますあります、はい、で LED がついてたら、まあ、なおいいんですけど、まあ、その一つ、まあ、下と言っちゃうんですけど、失礼しました、はい、真ん中のじゃあグレードのものがついてます、はい、もう十分です。これかっこいいですよね、はい、でもここも一応あとでライトつきますけど4つつくので、はい、あのデイライトもなりますし非常に、もう最近のポルシェのちょっとそのアイコン的なイメージは、はい、イメージは、はい、できますね。角4つついてって感じですよね、はい、であとバンパーなんかもこう GTS ってことでちょっとかっこいいバンパーに、はい、なります、ね、なんかちょっともう車外みたいじゃないですか。このそうですね、このグリルというか、はい、網なんかもちょっとかなり細かい感じの。あとちょっとここを触れてもらいたいのはここですね。このそこなんかあるんですか。 ACC のカメラ。なるほど、はい、このオプションはついてるついてない全然違うので、はい、まあ、一つ本当にもう一つ大きな推しでもあります。なるほど、はい、そんな感じの外観になってると、はい、あ、でボディカラーはちょっと通り過ぎちゃいましたけど、はい、もう一番定番なホワイト、ホワイトですね、はい、ソリッドのホワイトですね、はい、はい、ります。こんな外観になってます。でホイール足元の方は今回のお車は完全にノーマル、はい、はい、ノーマル車になります、ね、まあ、車高なんかもそのまんま で、はい、でホイールはこれは標準ですか。標準ですね、はい、標準の、はい、多分設定で選べるタイプのものになると思います、はい、で真っ黒黒のちょっと足元真っ黒黒かっこいいですね。これそうですね、はい、ホワイトと黒っていうそのコントラストはまあまあ定番でかっこよく仕上がってると思います。そして、まあ、ミラーなんかも GTS なんでちょっとかっこいい方のミラーがついてたりとか、はい、スポーツミラーになりますね、はい。であとは GTS のロゴもついてたりとか、もう GTS も最初からかっこいいから困りますよね本当に。まあまあそうですねちょっと手、はい、ね、ノーマルでやっぱり GTS 乗るっていうのも一つ醍醐味ですけど、ちょっといじるっていうのもやっぱりですね、ちょっと車高落としてスペース入れてっていうのもいいかもしれないですね、はい、であとは どうしましょう。後ろ行っちゃいましょうか。後ろはそうですね、はい、まあ、でもここ僕は、あ、そうですね、いいですかね、すかちょっと残念ポイント、はい、え、どうしてですか。キャリパーもうちょっと大きい、あ、まあ、いいっすね。あ、どうなんですか。もうでも僕的にはかなり十分かなと思うんですよ ね、 そうですね、もう車もちっちゃいですし、はい、まあ、いいですかって言ってもだってフォーポット、まあ、変えようがないですけどね、はい、はい、ブレーキすごい効くんですけど、はい、なんかちょっと寂しい感じが。そうですか。しないですね、はい、なんか十分すぎるぐらいな。十分でございます。失礼いたしました、はい、もうブレーキといったらポルシェじゃないですか。まあね、はい、効きはね最高です。そして後ろに行くと、まあ、GTS なんでこの辺が黒くなってたりとか、はい、はい、あとマフラーは今回はあれスポーツエキゾーストって、はい、スポーツエキゾーストはあの標準で GTS はつきますので、ついてきますよね、はい、はい、それが必然的にこことあとこのクロームっていうか黒くなってる
はいはい、タイプになりますね。で今回の車はバックカメラもついてると、はい、まあ、ついてて欲しいものもしっかりついてる、ついてますね、はい、そんな個体です、はい、別にもう今回の車もさっきちょっとね通知って話しましたけど乗っていただきたい車なんで早く乗れとさらっとこっちはね、まあ、かっこいいところはかっこいいところなんで、はい、さらっとそこらへん行ければなと思います。こんな感じの外観になってます、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、この辺は981から変わらずですよね。変わらないですかね。そんなに大きくなる、まあ、そうです、容量がアップしてるとかっていうのもないですよね、はいはい、ちょっと試しにグルーバックをちょっと厳しいですかね、やっぱり厳しいんですけど、はい、まあ、そういう感じでは皆さん入れないですね。こう縦です。入れる技があるんですか。縦です。縦で、はい、入らないです、ね、これで入れるんですか。であとここを外すんです、はい、積む方いらっしゃるんですか。積みましたよ。ここ外れるんで。ああ、なるほど。で、はい、このサイズはちょっと厳しいかもしれないですけど、はいはい、ここで、ああ、なるほど。そうです。入れちゃう方が、まあ、このサイズはもう一つぐらい小さいタイプだといけると思います。じゃあもうサイズと工夫次第で。そうですね。まあ入るとは言えないですけど、はい、使ってらっしゃる方もいらっしゃいます。はい、いらっしゃるんですね。はい。なるほど。これ意外に取れるのじゃあ便利ですね。そう、それがあるともう絶対入らないんで、そこを取ってもらって。長物なんかもじゃあ割と入る。はい、でこっちの関してはこの下とかないんですか、ね。ないですないです、はいはい。引っ掛けるところが4つついてて、はい、深さはどれくらいですかね。はい、20センチ、25センチぐらいですか、ね。はいはい、まあちょっとね、こういうところに小物入れがあったりしますから、ね。あ、なるほど。両サイドあるんですよね。両サイドありますね。はい、こっちも、はい、こんな感じでついてます。まあ、決して大きくはありませんけど、工夫によってはこのサイズによってはまあ、まあ、まあここエンジンですからね、うん、もうしょうがないというか、そうしょうがないですね、はい、まあ、割とこのレイアウトの割には詰めるんじゃないかなっていう感じです。はい、はい、じゃあ続いて前のトランクを見てみたいと思います、はいはい、前も割と、はい、まあ、ここはそうですね、これ911と同じぐらいですかね。そのぐらいですかね、はい、これいいのは深さがあるんで、そうですね、結構こう旅行の、ね、バッグとか入れちゃうんですね。だから911よりも前後で使えるんで、うん、割と便利にも使ってもらえる車ですよね、うん、そうですね。でも911は後ろシートあるから、あ、そっか、はい、そうですね、そういう使い方もできますね、はい、じゃあ続いて内装を見てみます、はい、ちょっと残念ながらエントリー&ドライブなしってことで、なしですね、はいはい、がないと これもないわけですよね。ないです、はい、スマートキー的なのも、はいはい、そして内装は、うん、はいはい、真っ黒で引き締まった感じのアルカンターラとレザーが対応された、はい、あと911シリーズのものが結構使われてるんですよね。そうですね、はい、このドアだったりだとかシートだったりだとか、はい、まあ、残念ポイント言われたんで先に言っときます。あのここついてません。あ、格納が、格納が、はい、はい、それ以外はバッチリです、はい、バッチリついてる、バッチリついてます。なるほど、はい、ちょっとミラーだけはじゃあ自分で手動で畳んでいただく感じです。手動で畳んでもらって、はい、エンジンは挿して回してもらうと、はいはい、小島店長にさっき言われました、挿した方がいいだろうって挿して回すもんだろうってう、まあ、確かにそう言われるとそうかもしれないですね。まあまあまあね、はい、ちょっとね、あの儀式、はい、儀式ということで、まあ、エントリー&ドライブ回すのは回しますけど、そうですね、やっぱりちょっとワンクッションあるのは後で、はい、儀式にはなりますね、はい、確かにそこを楽しんでいただければ、確かにそう言われそうも、物はいいようです、はい、であと僕これ初めて見たんですけど、これって意外についてます、はい、ブラインド、いや、それもオプションです、はい、ブラインドっていうか、はい、それもあのポルシェでいうと、レーンチェンジっていうんです、ブラインドじゃなくて。あ、そうなんですね、はい、だからこれは ACC とレーンチェンジが、まあ、セットというかのでついてるオプションになりますね。これ結構ついてます。いや、ついてないですよね。ついてないです、はい、僕これついてるのちょっと初めて見たかもしれない、はい、少なくとも紹介するの初めてです。そうですね、はい、だからレーンチェンジって結構メーカーによってはハンドルを結構サポートしてくれるのあるじゃないですか。ポルシェはサポートしてくれないんで。あ、そうなんですね。そうです、だからまあ教えてくれるっていう、アシストをすると。外れた時だけ光る感じです。外れたことなの、人がいる時なのかな。あ、うちの車がある時だけアシストしてくれるっていう意味合いになりますね。だそのメーカーによって意味合いが違うので、まあ、そこはちょっと勘違いしちゃうとサポートまでしてくれるのかって思っちゃうと、まあ、誰なんで。そうなるほど。当時はいいです、サポートいらないです。そうですね、自分の腕で、腕で、はいはい、乗る乗り物なんで。そうですね、はい、であとオプション的にはオプション的にいくと、はい、今言っちゃっていいですか、はい、まあ、ハンドルですね、
はい、あれハンドルこれオプションなんですか。いや GT ステアリングは GTS はあの標準なんですけ ど, あのマルチファンクションはオプションになります。ここの部分ですね、はいはい、あとはホワイトメーターの部分ですね。メーターかっこいいですねこれ。メーター、はい、カラーでねいいと思います。でこのホワイトメーターとスポクロのあれがセットなんですか。いやセットじゃないです。バラですね、はい、あ年式によってはセットかもしれないですけどこの当時はバラです。なるほど、バラです。でこれ両方あれですよね。両方はい強くなってるメーターになってます。えおしゃれですねちょっと。おしゃれですよ、はい、そしてまた距離薄なんで、はい、ほぼ新車じゃないですか。はい距離薄ですね。これワンオーナーさんで買い取りをさせていただいたんで。あそうなんですね、はい、もう本当に内装がパリッとしてます。パリッとします。もうアルカンターラもなんか毛羽立ってるし、まだハンドルね、あこれがこれがアルカンターラのハンドルだなってやっぱ思いますよ、はい、使用感全くないですね。そうですね、はい、で匂いも若干新車の匂いが残ってます、はい、ちょっとはい、本当にあの僕買い取り現地に行かせていただいたんですけど屋根付きの車庫で本当に大事に保管されてたんで、はい、大切にされてた、大切にされてたのを本当に感じます、はい、ちょっとじゃあそんな大切にされてきたお車なんですけど僕がちょっと乗ってみてもいいですか。どうぞ、はい。うわーもういい感じです。いい感じですか、はいはい、最近本当にありがたいことにポルシェいろいろ乗らせていただいて、はい、なんか巷ではあの土パフォーマンスバグってるっていう噂がありますけど大丈夫ですか。そうなんですよ本当に。いや自分でもちょっと心配になってきてます最近、ねはい、買えないのにあこれついてないとか無意識に思っちゃうようになっちゃう、はい、そしてちょっと先ほども触れましたけどハンドルかっこいいですよね。ハンドルいいですね、はい、これ結局 1.2 と同じハンドルですよね。この向こう側がこう抜けてるハンドル、ね、はい、あしかもこれステアリングヒーターもついてるじゃないですか。マルチファンクションプラスステアリングヒーターのオプションセットなんですね。セットになってます、はい、最高じゃないですか。最高ですよ。しっかりここにステアリングヒーターのボタンが、はい、覚えました、はいはい、そしてメーターはこんな感じで。いや白ちょっといいですね。いいですよね。ちゃんと視界に入りますね、うん、こうパッて見た時に、はい、でもうポルシェで何がいいってこの視界の良さなんですよ、うん、この前もそうだし横もとにかく視認性が抜群です。でこの辺のちょっとハンドル戻っちゃいますけどこの辺のコロコロはちょっと慣れ必要ですよね。まあでも使え、まあ、使いにくくはないですけど、はい、こっち側とこんな感じで、あとパドルと、でパドルもなんかこうポルシェのパドルってめちゃめちゃ剛性感があるんですよ。すごくカチッとしてるというか、まあ、このもの自体も金属なんで剛性がすごく、スポーツカーっていう感じのイメージしますよね本当に。なんか物によってはなんかそのプラスチックのとか BM とかちょっとプラスチックでこうちょっととんがってる感じじゃないですか、はい、全然ちょっとポルシェはこの剛性のある感じのパドルです、はい、そしてこっちナビ周りはあとここまだここ触れてもらっていいですか。どうぞ。 ACC のこのシフト、あなるほど、はい、これがオプションがついてるから ACC がついてるんですね、はい、この辺がポルシェってあのクルーズコントロールルールは後付けできると思うんですけど ACC は多分難しいと思うんで。あそうなんですね、はい、じゃあこの辺はもう欲しい方はもう絶対妥協しないでついてる車を選んだ方がいいですね、はいですはい、なるほど。そしてこの辺ナビ周りはまだ保護フィルムが貼ってあるじゃないですか。だってそうです、ねはい、ピカピカですよ。ピカピカです、はい、まあ、でそこら辺は必然的にね、はい、テレビチューナーはついてないです。なるほど、はい、まあ、必要であればまあ、まあ後付けでもできますね。後付けもできると。でもアップルカープレイできるから、まあ、結構ね今はもういいんじゃないですかね。カープレイ結構使えるんですよね、はい、Google マップなんかも使えるんで。そしてシートヒーターも、はい、そこもオプションですね、はい、いいですね、はい、じゃあ今回本当に充実してます ね、 そうですね。オートエアコンもついてます。なるほど。ついてないの本当に何もついてないですからね。そうですね、はい、しっかりオートで、このオートエアコンなし車この間 GT4 で初めて見たんですけど、あ、ひじかすさん言ってましたね。びっくりですよねあれ。ひじかすさん言ってましたね、はい、こう赤くなるとか青くなるとかすらないんですよ、はいはいはい、ただバーがこう嘘でしょっていうエアコンの、はいはい、で今回のはしっかりオートエアコンもついてますんで。いや今回はどちらかというと GTS スポーツ&ラグジュアリーって感じですね。なるほど、はい、まあ、ラグジュアリーまでいかないかな。 GT カーっていう感じですね。そうですね、はい、ちょっと快適性も残したスポーツカーっていう、はい、であとこれもオプションですね、はい、PASM、 はい、はい、スポーツシフトで10ミリ、はい、車高が落ちてますね。なるほど、もうついてると、はい、で当然スポイクもついてて、はい、ウィングの出し入れ、そしてアームレストの中はこんな感じでちょっとだけ、はい、
まあ、車が車なんでちょっとそんなに充実したその収納がついてるかっていう感じではないですけど、まあ、この辺は必要にして十分な感じじゃないでしょうか。はい、であとグローブボックスドリンクホルダーは、まあ、定番の感じですね。はい、こんな感じで出てくるタイプのドリンクホルダーと、はい、ETC と、はい、あります。こんな感じです。あとは今回ドライブレコーダーとレーダーもついております。この辺ついてるとありがたいですね。そうですね。しかもまあ上手につけてるじゃないですか。配線全然出てないです。はい、こんな感じでついてます。だとポルシェいいのはこのピラーとかアルカンターラなんですよ、うん、結構そのスポーツカーとかでもファブリックのとか多いじゃないですか。しっかりアルカンターラで、はい、そしてバイザーこんな感じで、バイザーもしかしたらこれ911と一緒、カメラマン情報によると一緒らしいです。バイザーフェチのスッチパフォーマンス、はい、大丈夫ですか、合格ですか。まあ、できればアルカンターラにしたんですけど、はい、まあ、全然でもポルシェは気にならないです。あとミラーがなんかあれなんですか、981と718で違うんですか、はい、違いますね。なんかちょっとシュッとしてるミラーになってるらしいです、はいはい、こんな感じで。もう今でも結構他のメーカーもそうですよね、枠がなくなってる、ね、なるほど、結構ないタイプですね。今回はちょっとありますけどかなり、はいはい、ちっちゃいんで薄くなってますね、気にならないと。そして後ろの視認性も割といいですね。またこの窓の後ろ抜けてるのがちゃんとしっかり見えますね、うん、だから斜め後ろの車も割と見やすいんじゃないかなっていう気はします。視野とかそういう関係はやっぱりポルシェすごい気遣ってますよね。いや本当なんですよ、ちょっと本当にあの試乗させていただくようになって、ちょっとこの運転のしやすさは本当にびっくりしました、うんうん、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。金が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買取はボンドカーズ、輸入車買取はボンドカーズ。行きましょう。ちょっとごめんなさい、いいですか、ちょっとかける音をちょっと正直言っていいですか、ちょっと4気筒に対してだいぶ疑ってかかってます、はい、そうですね、はい、なので、まあね、最初始めた、はい、始める前に話したけど、はい、本当にこれに乗っていただきたい。割とスペック中なんで、うん、はい、いやいやもうね、スペック、いや僕も乗る4気筒ってどうなのってやっぱりどうしても思うじゃないですか、はいはい、いやそんなね、土ふざけんなよ、ポルシェ舐めんなよっつって本当ですか、うん、僕もどっちかって言ったらやっぱりね、やっぱり6気筒じゃないっていうところがどうしてもあるんですけど、そうなんですよ、ちょっと生意気にもそんな風に思っちゃってるんですよ、はい、だからそんな悪いものを作るはずがないだろうってことですか、はい、ポルシェですよ。あー、こういう感じですね。なるほど。でも相変わらず低いな。高速が一番いいんですけどね、本当は。あ、まあそうですよね、うん、この手の車だと。いやいい感じです。いい感じです、はい、そこ、あ、変えなく、変えます、ここでスポーツとか変えられるんで、はい、モード切り替えですよね、モード切り替えが、はい、スポーツプラス、はい、でせっかくなんで、じゃあスポーツプラスいきますか。スポーツプラスからもう早速乗ってますいや本当に最近ありがたいことに、まあ、カイエンクーペもそうですけど、乗らせていただく機会が多いんですよ、はいはい、
でもういろいろ回したりとかボタン押したりとか、はい、あれこれ押すと20秒ぐらいアクセルのつけ方なんですね。いろいろ乗らせていただいて、みんなこれ皆さんに見ていただきますか。ポチッと。そうすると20秒間だけ。ちょっと待って、こんな感じで足がつりそう、はい、こんな感じでここを押すと使えると、はい、ダッシュボタンみたいな感じですよね、はい、最初それボタン押した時本当にダッシュするか怖くてドキドキしながらこうカウントダウンしたので、ここが光るのが、あ、なるほど、あれ見えてね、はい、今のところそんなにスピード出す前なんであれなんですけど、足回りはいかが、どうですか。そうですね、今ノーマルですけど、はい、割としっかりしてる感じです、はい、718初めて乗る感じですか。初めてです、はい、あの、はい、718も4気筒は初めてです。4気筒ですね、はい、あとだから足回りの硬さがこれでできるんですよね、うん、できます、はい、そんな感じで、チャーシがスポーツこんな感じですよ、はい、何を言えばいいのかよくわかんないです。でも端からちゃんと正直にレビューすればいいですね、うん、感じたことをそのまま、はい、じゃないですか。でもとりあえず毎回僕ポルシェ乗ると言うんですけど、うん、もうとにかく運転しやすいんですよ、うん、はい、ストレスないですよね。ストレスないんですよ本当に。あとはちょっとペダルが全体的にこっち向いてるじゃないですか、うん、真ん中に、うん、そこぐらいじゃないですか、うん、でも本当に作りとしては本当スポーツカーの作りだと思いますよ、うん、そうですね、うん、なんかもう僕みたいな下手くそでも普通に運転できる。でもサイズ感的にはいいんじゃないですか、このぐらいのサイズ感。確かに取り回しもしやすいですよね、うん、このサイズ感だったら。よいしょ、足回りはちょっと硬めにしました。はい、あ、今硬くなってるんです。硬くしましょう、はい、もうベースが割と硬いっす、うん、はい、ただ深い中では結構硬いっすね。硬くすると結構硬くなるんですよ、うん、あ、でもちゃんと収まる感じです、硬くても。このなんか嫌な硬さじゃないですよね。そうですね、スポーツカーの硬さですね、はい。でハンドルは、まあ、ドイツ車らしい、はい、ちょっとしっとり重めのステアリング で、はい、で気になる4気筒の方は、はい、全然パワフルっすね。だから音もそうです、まあ、今だマフラーノーマルですけど、はい、4気筒の音しなくないですか。あ、します。いや、思ってたほどなんかこう何ですか、あ、4気筒かっていう感じはないです、うん、ただ正直アイドリングのあのドドドドドドって音はもうちょっと滑らかであってほしいなっていう気がします。ただこの回した時は全然気にならないですね。でもポルシェ近くてアイドリングの時って結構ドドドしません？ああ、でもなんかこう6気筒とやっぱり違う音するじゃないですか、アイドリングの時ちょっと感覚が広いというかやっぱり、うん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 、いや、走りはこれ全然っていうか、逆にトルクあるぐらいに感じちゃうんですけど、これあのもう先に、はい、あれですけ どおかわりしますよね。します。いや、次おかわりした時はスポーツプラスで、はい、スポーツエキゾーストも開けた状態で、はい、あれちょっと待ってください、本当にちょっとあれ馬力的にはどうなんでしたっけ。あ、やりんかな、718の方が、うん、出てるんですよね。出てます出てます、300後半ぐらいですね確か。なんかどうだろう、ちょっと待ってください、バグってます僕は。何がバグってる。なんかだいぶいいんで思ってたより、うん、だから乗ってもらってハンドルどうですか、ハンドル良くないですか。いや、ハンドルだいぶいいっすよ。良くないですかこれ、はい、アルカンターラのだってまだケバケバですもん。ケバケバですね、テッカテカになってないですよ、はい。これどうしてもね、テカテカになっちゃうので、はい、なっちゃいますね、はい、だ結構距離を走ってるアルカンタラの、はい、まあ、他のメーカーにも比べ、はい、ありますけど、はい、チェックした方がいいですよね、そこは。ああ、そうですね、はい、まあ、一応あのテックアウトとかで張り替えなんかもできますけど、
あとクリーニングで結構復活したりしますね。そうですね、クリーニングとか、あとはうちもブラシとかでやったりとか、はいはい、毛羽立たせるんですよ、はい、やって、本当にダメなやつもテカテカですもんね。確かに男さんのおでこみたいな感じでね、はいはい、テカテカになっちゃって。そうですね、ちょっと本当に低回転とアイドリングの時のドドドド感が好み分かれるかもしれないなっていうぐらいですね。ただ僕の思ってたなんか4気筒のマイナスなイメージは完全に誤解でした。これちょっと高速プワーって乗りたいですね。高速本当にいいですよ。で ACC も、はい、やっぱりそのなんていうんですかね、頭いいですか。頭いい方ですね。へえ、向こう側にあるんでしたっけ。そう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 ですよ。ちょっとスポーツプラスにしていいですか。早速。わ、だいぶうるさい、うん、スポーツプラスで、ね、はい、だいぶ聞こえますね。変貌しますよね。はい、変貌します。変貌します、うん。ちょっと出したいんですけど。それ今の間は何ですかね。間は、いや、あわよくばもうちょっとビーンってできないかなっていう。これは全然。僕ごときがありっていうのをちょっと言うのはちょっと失礼ですけど、はい、4気筒は4気筒の方向がちゃんとありますね、はい、ありますね。ポルシェ、ポルシェだなって感じますよね、はあ、お馬さんですよ、お馬さん。でこう考えるとフェラーリ、馬がついてる車って本当にピュアスポーツだなって感じしません？なんかシュトゥットガルトのなんか馬なんですよね、はいはい、あ、でも自分のガレージに大間さんが2人いたら最高じゃないですか。そうですね、うん、男のロマンですね、うん、ケーマンいいな。やっぱ GTS ポルシェいいですよね。 GTS のいや、ポルシェ困るのが、うん、どれでもいいんですよ。どれでもいい、あ、どれでもいいというか、どれもいいんですよ。どれもいい、はい、ベースもいいし、うん、S もいいし、うん、GTS もいいし、うん、GT3 とか GT3、うん、RS はちょっとまだ乗ったことないんですけど、うんうん、本当にケーマンの素のケーマン乗ってみたいですよね。ああ、そうですね、うん、どんだけいいのかなっていうの。私ちょっとね、商売上って言っちゃいけないかもしれないですけど、どちらかというとやっぱりディーラーさんとの差別化を図るためにグレードとしてはちょっとハイグレードっていうか、その狭いところを仕入れて店頭に並べちゃうので、オプションも充実してるのが多かったりする、ね、多かったりするんで、うん、素っていうのがなかなかないですけど、そのせいでバグっちゃうんです。そう、多分、はい、土バグってるだろうって言ってるかもしれないですけど実は私たちスタッフもバグってるかもしれないですね、はい、そうなんです。あれ、このオプションついてないのとか平気で言っちゃうんですよ、はいはいはい、いや普通ついてねえよって言われるんですよ、そうすると、はい、でもまあ 中古車はそこついてるのを買うのが、ね、まあまあまあそうですね、醍醐味な部分もあるんで、オプションに関してはちょっとバグってもいいのかなと思いますけど、かなりエンジン引っ張るようになりましたよね、はい。シフトが速い。前回乗った GTS のボックスターより、はいはい、どんな感じですか。もう最近いろいろ乗りすぎて覚えてないんです。多分軽い感じしません？軽いんですか。軽い感じがします。ちょっと待ってください。本当に最近ありがたいことにいろいろ乗らせてもらうんで、はい、何食べたか忘れちゃう。忘れちゃうす、はい。ついこの間は M4 じゃない、はい、M3 乗らせてもらったんですよ、はいはい、で M3 のシフトってちょっとこう変速ショックあるタイプじゃないですか、はい、あれ乗ったら、いや結構変速ショックあるのはあるのでいいなと思って、はいはい、で今このポルシェのこのシフト乗ったら、はい、いや変速ショックほぼゼロじゃないですかこれ、はいはい、これもいいなと思っちゃった、はいはい、超速いし、はい、だってこのシフトアップですよ。マフラー音もいい感じ、はあ、パンパン入れていけるし、
どれもいいんだよな。これいいな。普通に素に楽しんでますね。ああ、なんかコメントが。ちょっと待ってください。ああ、まあ3000回転ぐらい過ぎると、もう全然僕ごときでは、なんか4気筒だなっていう感じしないですよ。はい。でもトルクが結構あるんで、その4気筒とか6気筒とかそういうの なしで全然いけません？全然その何ですか、馬力とかトルクの不満は全くないですよ、うん、言うてそんなに乗り比べたりそのさっきとタイムを測ったりしてるわけじゃないですけど、もともと車もパワフルだし全然そんなパワーの物足りなさは感じないです、うん、ただなんかこう6気筒でずっと来たのが4気筒ってなるとちょっと寂しく感じちゃうんですよ、うんうん、なんか V8 が V6 じゃないですけど、はいはいはい、最近もうどんどんそういう流れじゃないですか、はいはい、でも話変わりますけど、はい、ここで言っていいのか分かんないですけど、はい、ベンツの直力良くないですか、はい、びっくりしました僕、ね、ハイブリッドですよね、はい、いやハイブリッドじゃなくて、え GT とかの、あでもハイブリッド、ね、あハイブリッドだ、はい、めちゃめちゃいいですよ、あれはいい、ただ結構あれも音は、はい、あの好み分かれるなと思っちゃいました、びっくりですよね、あれ43とか53とか、そう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 、いやよくできてんなと思って、すんげえよくできてるんですよ、うん、だからベンツのエンジンもやっぱりちょっとなんかイメージだとベンツってあまりエンジンにっていうところが多少あったじゃないですか、はいはいはい、やっぱりみんな寄ってきましたよね、まあ、いいところがなんか好みなのかなって感じしますよね、メーカーと最近ほんと進化恐ろしいですよ、この間タイカン新車乗らせてもらって、うん、タイカンすごいですよ本当に、びっくりしますよ、もうなんか走るパソコンだなみたいな、だってもうスイッチが何もないんですよ車の中に、こうシフトのあれがここについてるのと、エンジンのそのスタートボタンじゃなくて家電のあの電源オンオフのボタンがここついてるだけなんですよ、それ動画撮ったの、撮りました、あじゃあそれはこう、ちょっと見てください、えもうアップしてんの、アップしてます、します、え嘘でしょ、してますよ、いや体感乗ってないでしょ、乗って乗りましたよ、あ乗ったの、あれ、はい、お客さん乗ってないの乗っていいよって、えっつって、お客さん乗っていいって言ってるから大丈夫だよって、あじゃあっつってあの体感のやつに、はい、乗ってる感じで、そう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 、あじゃあ最後も見てないの、青い体感乗らしてもらったんですよ、でもそういう車もいいけどこういうザ車っていう、そうですね、感じもちょっと良さを感じました、あーこれドドドドってこれドドドドって音だけ、うん、これはもうここにテロップ入れましょう、個人の差があります、そうですね、それは完全にそうだと思います僕、はいはい、僕はもうあの、はい、多分ね全然その4気筒6気筒を除外にしていいなと思いました、ね、はい、車はものすごくよくできてると思います、はい、僕はい、本当にちょっと本当に正直レビューしますよ、はいはい、本当にそこは、ただ音はもう豪さんの時もそうですけど、って思っちゃったんですよね、うん、はい、そこはでも本当にそこは個人差というか、いや、やっぱり全然個人差ですね、うん、あとは そのなんていうんですか、ロキトだったらロキトとか、例えばベンツもその V8 とかあるから、それがちょっとこう比べちゃうじゃないですか、無意識に、うんうんうん、でもそれ単体で見たらもう全然だと思いますよ、うん、僕は。だから好みですね、やっぱり、はいはい、ただあとは回した時は本当にそこは変わらない音が僕はしてる気がします、うんうん、はい、でもいろんな車があっていろんな個性があるからやっぱ車っていいですよね、そうですね、うん、これがみんな電気になっちゃったら電気ですよ、みんな、まあ確かにそうですね、だからそうなんですよ、面白くないですよ、ちょうどアリーナ店に来る途中、うんうん、カメラマンとも喋りましたけど、うんうん、本当に最後だなと思って、うん、こんなにガソリン車楽しめて、うん、はい、よりどりみどりなこの、ね、特色が出てね、はい、今だけっすよね、電気になったら電気の特色なんか出せるの、いや本当っすよ、うん、いやそれどころかこの間聞いたんですけど、うん、なんかそうロードノイズの規制も入って、うん、タイヤもどんどん細くなる傾向らしいっすよ、本当に、はい、スーッつって絨毯のあれもしてる感じで、そうすると本当つまんなくなっちゃうなと思って、うん、ポルシェはだからもうそれを
光逆光じゃないけど、電気自動車もちゃんと作って、そういうちょっとこうピュアスポーツみたいなのを作る枠もちゃんと、はい、両方ね、両方で。じゃあちょっと前で言ったらそのカイエンとか SUV を作って、そのお金でちゃんとこうピュアスポーツを作るみたいな、で今度ちゃんと電気自動車にちゃんとシフトして、ちゃんとだからなんかその何でしたっけ、ケーマンでしたっけ、ボクスターでしたっけ、また6気筒が復活したんですよね。ただやっぱりでもそこはファンの声なんじゃないかなと思いますけど、ね、いや絶対そうでしょ、はい、メーカーの答えというよりかは、もちろんね技術も進歩させなきゃいけないですけど、やっぱ車の楽しみっていうのはあるよね、はい、いやいい車ですよ。でもまあね、たまに言うけど僕たちにそんなにね、はい、いい悪い批評しちゃいけないってことですよ、ね、本当に。いやいや、もう僕思ったのは、はい、1000万超えた車で悪い車なんかないですよ。ないですね、はい、個性が違うだけで、好みと個性が、個性がその合うか合わないかあるんですけど、そうですね、もう1000万超えた車で悪い車なんかないですよ、はい、この車も全然僕は、はい、よくできてるし、はいはい、もうそんなに性能を発揮するほど乗ってないですけど、そうですね、はい、全然4気筒でも、うん、別に僕はありだと思いますよ、そこは、はい、ありがとうございます。いやでもいい経験になりました、初4気筒、4気筒、はい。じゃあ最後になりますけれども、はい、買い取りの方はまだまだ強化中なんですね。エブリで強化中です、はい、なんかありがたいことに結構、はい、そうこちらもそうです、 LINE の方の買い取りで、はい、お問い合わせいただきましたし、はい、いろいろお話いただいて、いただいております。買い取りさせていただく機会も多いみたいで、多いみたいで、はい、ぜひまだまだ、はい、はい、皆様のお問い合わせいただければ、はい、お問い合わせをします。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで今回はポルシェ 718K-1 GTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。